よーお前らテレトだということで今回なんですけども、今回はですね、皆さんになんと秘宝があります。その秘宝はというとですね、近いって、ああごめん、新機能のカメラボンド使って遊んでたわはい、ということでね、今回なんですけども、ちょっとねお知らせがあります。こんな立派なねお家作ったりとか、滝のね装飾とか頑張ってたりしたんだけど、テレトさんの島ね、一回崩そうと思う。というのもね、この島にはね思い出がいっぱい詰まってる島なんですよ。この和風コーナーを作ったりとか、まあ、この間畑を作ったりとかね、露天風呂も畳の前デザイン使った和室とかもあったりするんだけど、ちょっとね正直この島に飽きてきたっていうのが本音かな。テレサ、これ刑務所をねモチーフにした島を作ったんだけど、あんまりねこっちの方を使ってなかったりとか、それっぽいこと全然してなかったから、大型アップデートも来て畑とかも作りたいなってなって、スペースがねちょっと足んなくなってきたから、テレさん島を大改装したいと思います。まって言っても、今のあの滝の家とかは残すんだけど、まそれ以外のこの辺かな、この牢屋とか、この監獄周りを主に変える感じかな。テーマちょっと決まってるんだけど、楽しい遊園地っぽくね、ちょっと作ってみようと思う。まあ、これからね、コツコツ頑張って、改装しようと思うんだけど、多分これめっちゃ大変だよね、もう。家具しまったりさ、設置し直したりさ、めちゃくちゃ大変だと思う。なんかね、いい方法知ってる人がいたら、ぜひコメントでね、アドバイスとかしてくれると嬉しい。はい、ということでね、そんなテルトさんの刑務所島とのお別れのね動画を今回みんなにね届けました。ちょっとね住民の家とかもなんかそれっぽくいい感じにできたらいいよね。なんかちょっとねそっけない感じがするんだよね今、ただ単に並んでて。お、なんかパッチが話しかけてる。よかった、見つかって君のこと探した、ありがとう。クリスマスリースをどうしても君に渡したくて。いいのそれ、ありがとう、嬉しい可愛いなパッチ。もう冬だからね、寒いし最近。はい、ということでね、そんなテレトさんからのお知らせでした。じゃあ最後に三脚設置して記念に、よいしょと、パシャリンと島の完成がね楽しみだなと思った人はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。みんなちょっとねアドバイスも欲しい、こういう家具使ってほしいとか、あとねこういう島にしてほしいっていうのもあったら、もしね遊園地から変更したいなって思ったアドバイスあったらしようと思うから、よろしくということで、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。